でも打席に立った清原さん大きかったですね。清原監督のもと自分も一緒にやるのかなとかやりたいなとか思ったことありましたけどね。僕らの世代の野球少年たちはみんなそうだと思うんですけど、やはり清原さん桑田さんにこう憧れて野球をやってた、そしてプロに、行って、桑田さんや、清原さんと同じチームでやりたいっていう、気持ちでずっとやってたので、だから、ドラフトでライオンズに入団するってなった時には、もう清原さんはジャイアンツにいたんですけど、もう少しかこう早かったら清原さんと一緒にできたのにななんて思ったこともありましたね。めちゃくちゃでかいと思いました。挨拶したのが先なのか、ご飯食べたのが最初なのか分かんないですけど、そのご飯食べに行った時の印象はすごく後輩のこう面倒見がいいというか、すごく気を使う方だなって、後輩たちにですね、思いました。意外でしたね。すごく気を使ってくれる方ですね。会話ですか。でもそんなになんかベラ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 喋った記憶もないですね。僕が緊張していましたし、でもなんかすごくいい雰囲気だったのは覚えてますね。清原さんもなんか、後輩たちに囲まれて気分が良かったのか、雰囲気が良かったのは覚えてますね。清原さんが巨人時代ですね。そうです、もう僕はプロ入った後なので、そんな清原さんと現役時代松坂さんが対戦戦説がですね、27打数7安打日本塁打9三振という全成績なんですが、私は清原選手としての印象はいかがでしたか。すごくこう懐が深いっていうんですかね、なんかこう、いやでも打席に立った清原さんも大きかったですね。その実際に大きいのもありました。やっぱりその存在感の大きさですかね。例えばこう対戦してやっぱり自分がずっと憧れて目標に、してきた選手だったので、対戦できることが嬉しかったですね。一番印象に残っている、印象に残っている、日本シリーズで対戦したことですかね。特大のホームランも打たれてますけど、そうですね。その日本シリーズでホームラン打たれたことと、その最後、西武とオリックスで、対戦したことですかね。真っ向勝負で、挑みたいっていう、バッターっていうんですかね。最後のその対戦も僕、何球かは変化球投げましたけど、ほぼまっすぐで勝負したんじゃないですかね。もうなんかコースを狙ったっていう記憶はないですね。とにかくそう自分の全力でぶつかっていく、ぶつけていく、なんかもう腕を振りちぎるようにこうして投げてたっていうんですかね。もうあの試合本当もう清原さんだけもう全力投球してるような感じでしたね。絶対良くないんですけどね。
試合トータルって考えると絶対良くないですけどね、大体そういう時ってあのいい結果が出なかったりするんですけど、うん、まあ、多分その試合勝ったと思うんですけど、うん、そうですね、多分全部三振取ったんですよね、まあ、清原さんとこう対談する機会があって、はい、あのなんかこうあのストレートに怖さすら覚えたみたいなことを言われて、あのめちゃくちゃ嬉しかったのを覚えてますね、うん、怖さ、もう怖さすら覚えたとかって言ってましたね、そのボール、まあもうボールの勢いなのか何か分からないですけど、はい、うん、そう言われてすごく嬉しかったのを覚えてますね。2000本安打打った時、まあ、なんかもう僕から、なんかグラブをこう送るっていうのもなんか、まあ、どうかなとは思ったんですけど、まあ、その2000本安打の達成おめでとうございますという言葉とあのサイン入れたグラブを、はい、送らせてもらいましたね。日村さんはこのちょっとツイッターとかに上げてるんですけれども、はい、大輔からもらったグラブを、はい、まあ、苦しい時に見て頑張ったみたいなことをおっしゃってました。ああ、いやなんか自分がこうずっと憧れ続けてきた人の、うん、なんかその苦しい時のこう、まあ、一つこう支えになれたっていうのは、うん、なんかここまでこう野球をやってきて、うん、よかったなって、うん、思えた瞬間の一つですね、はい、うん、いや嬉しいですね、うん。同じユニフォームを着るのが夢だった。そうですね、それを目標にやってましたね、はい、これから先っていうところは、はい、可能性としては、ああどうですか、いやそれこそ昔はなんか、まあ、ライオンズで清原監督のもと自分も一緒にやるのかなとかやりたいなとか思ったことはありましたけどね、はい、指導者でとかね、これからもしかしたら一緒に日本向けの機会を持つ、そうですね、いつかその、はい、そういうふうになる可能性もあると僕は思ってます。やっぱ気分だったらやっぱりプロ野球界ですかね、うん、うん、で同じチームのユニフォームを着たいですかね、うん、なんでもいいっていう感じじゃないですね、うん、プロ野球とユニフォームを一緒に着たい、そうですね、はい、って思いますね、うん、特にチームにこだわりじゃないですか、まあ、ライオンズだったら最高なんじゃないですかね、はい、うん、まあ、いずれ機会があれ、まあ、僕も着るかどうかわからないので、いずれお互いこう同じタイミングで着れる機会があったら、まあ、僕は嬉しいですね、はい、うん、でもファンの方も、まあ、見たいって清原さんがその、プレー球界のユニフォーム、うん、指導者として着てる姿を見たいって思ってる方も多いんじゃないですかね、うん、改めて松坂さんにとって清原さんどんな存在ですか。いやね、清原さんという存在がなければ、そもそも、まあ、プロ野球を目指したらどうかもわからないですし、うん、やっぱり長くやれたこと、まあ、一つの大きなやっぱり理由としては清原さんの、うん、存在は僕にとって非常に大きかったですね、うん、まあ、そうなんていうんですかね、こう会ってゆっくり話す機会もなかなかなかったんですけど、うん、いつかそういう、まあ、機会ができたらいいなと今は思ってますね。はい、清原さんも YouTube やってらっしゃいますし、はい、コラボみたいなね、あ、ぜひそうですね、機会があればやってもらいたいですね、一緒に、清原さん、僕も、YouTube、改めて、リニューアルスタートしましたので、
いつか、コラボの方よろしくお願いします。